ロシアからの挨拶、ロシアに行く予定はないですね、今のとこ。行きたいでも。こんばんは。豆まきしました。 M で豆を投げるのあれやったんで、袋ごとみんなしてました。今日は、はい、今日はね、ヤッホースコちゃん来た。ヤッホー、こんばんは。スコちゃんいますよ。あっち行っちゃった。こんばんは。明日公園見に行きます。 OK、 待ってます。楽しみに。なんか最近ね、あのインスタのストーリーよくメンションしていただくんですけど、なんかめっちゃうるさいな、ちょっとテレビの音ちょっと待ってなうるさすぎるわ。ごめんなさい、パパがいつものお風呂場で YouTube 見てるねだからいつも音うるさいよ。ちょっとだけ待ってくださいよいしょ。しました。スコちゃんです。こんばんは。やっぱりこんばんはって言って、スコちゃんです。スコティッシュフォールなの。私の愛猫です。2匹いるんですけど、1匹目です。かわいい。見て、めっちゃ嫌がってるんです。はい、すいません。先が抜けちゃった。こんばん。来週は山ヶ州プレボム、そうですね。でもブブカさんも今発売されてるものに掲載していただいてるので、そちらもぜひ見てください。こんばんは。今年で何歳、3歳ぐらいですかね。2019年とかに飼い始めたんで。ダメよスコ、こっちおいで。こんばんは。初見です、ありがとうございます。ほんまですか、なんか前見たことある、めっちゃ、うん、そう、今日はね、オンラインお話し会の受付がもう始まってるんですよ。実はそう、今日のおはようツイートで話したんですけど、ちょっと静かにして、スコちゃん、こっちおいで。で、今日のおはようツイートで話したんですけど、そのお話し会の受付が始まってて、今4時受付ですね。今そう、4時受付が始まってて、で2月26と27の分がもう今日までなんですよ、受付が。もうそう、今日の受付、明日の多分12時まで受付あるんですけど、お昼の12時まで受け付けてるんですけど、それが終わっちゃうともう2月26と27の受付がもうないんですよ。そう、だから絶対完売させたいなと思ってて、そこはもう全部完売させたいけど、特にそう、そこの部をまず最初に完売させたいなって思ってます、私は。はじめまして、ありがとうございます。そう、一応ね、そう、ファンの方がめちゃくちゃ作ってくださってて、画像ありがとうございます、いつも。そう、
26日、2月26の456とキューブが完売してるんですよ今で。2月27は45と89が完売してます。そうで3月21の4と9が完売してます。仕事終わりそうです、こんばんは。そう完売してて今ありがたいことに、そうすごく増えました完売が、ありがとうございます皆さん、嬉しいです。でもねやっぱもっと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 完売させたいなと思ってるので、私は27日買います、ありがとうございます優しい。そうもうね今日明日の12時までなんで、2月26と27の分オンラインお話し会が、そうね、じゃあスコちゃんもお願いしますって言ってます、スコちゃんです、はいそうパパがお風呂入ったらいつも泣いてるんです、はい、こっちおいで、スコ、そうスコちゃんもお願いしますってアピールしてます。そう絶対に完売させたいなと思ってた私も、そうなあスコちゃん来たん、こっち来たん、入れ、そう絶対に完売させたいなって思ってます、逃げないでよ、連続で選抜入るか入らないかでは全然違うね。いやしでも次はなんか何 NAB 側が決める選抜じゃないじゃないですか、そう投票で決まる選抜やからこそ絶対に入りたいなって思ってるし、うん、絶対に 入りたいし絶対にセンター狙いたいなって思ってるので私は、ね、すごく難しいことかもしれないんですけど私は、うん、負けたくないなって思ってます。お話し会にで急に大好きですだけ言われても困っちゃいますか、全然困らへん、嬉しい逆に、なんならやっぱ他のねメンバーの子がいっぱい完売増えてきたりとかっていうのを見てるとめちゃくちゃ悔しいし、そう自分も負けてられへんなって思うのでね、だから何やろその選抜、前回はさグラビアとかでいろんな方に見ていただけて、それプラスオンライン話し会も4部から皆さん頑張ってくださったおかげで5部に部数追加になって、そうそれでそっから、うん、ありがたいことに26枚目シングルの恋と愛のその間にはでは初選抜に選んでいただけて、何やろ選抜に入りたてやからこそなんやろ、その全て完売させるっていうのはめちゃくちゃ難しいと思うんですよ正直。そうやけどなんかもっともっといろんな人に来てほしいなって思ってます私は、うん、こらあかんよ、そうなんかなんやろグラビアでゆずのことしてくださった人にもほんまにもう1回でいいから、そう1回でもいいからなんか直接お話ししてほしいなってめちゃくちゃ思ってて、そう恥ずかしいって思う方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、そうもうそんな気持ちはもう捨てて、そう来てほしいなって思ってます。僕も最近雑誌で拝見してすごい気になってます、じゃあお話し会来てください、今受付中なので、ぜひぜひね、そこちゃんやめてくれません、ちょっと少しだけで今買い足してきました、ありがとうナナちゃん、私はあなたのこと覚えてるよ、恥ずかしいというか不安です、なんで不安じゃないよ、全然話しとぎれへんしオンライン話し会で、来てくださいぜひ、お話し会初参戦します、ありがとうございます嬉しい、
になんかまあ1枚15秒やからさあたふたしちゃうかもしらへんけど、なんかもう何もう何も話さんでいいよ、顔見るだけでもいいから、そうなんか来てほしいなって思います。私は人見知りだけど3月に参加する、ありがとうございます、嬉しい。もしだってゆずがさ何皆さんの立場やったら絶対緊張すると思うけど、よし機械やからさどんなトラブルが起こるか分からへんや、やけど来てほしいなって私は思います。なんか挑戦でもいいから来てほしいです。15秒だと焦って早口になっちゃいます。それだからみんな2枚とか3枚でゆっくり話してくださる方の方が結構多いですね。しだれ柳の時初でしたが楽しかったです、ありがとう。ゆず一緒や、ゆずちゃん認知されたの当たらなかった、マジでも嬉しいです、そうやって言ってくれて覚えますね、ちゃんと。ゆずここ旅の認知ってしてくださってますか、あ、してくれてるやって、してるよ、あのいつもストーリーで載せてくださってますよね。いやほんまにそう、女お話し会ってさすごい緊張すると思うよ、初めて参加する方って。特にでももう気にせず、そんなこと気にせず、なんか不安とかも捨てて楽しい気持ちだけを持って来てくれたら嬉しいなって私は思ってます。スコやめてそれそうそうなんよ、場所ほんまに選ばんでいいからさ、だからドライブ中でどっか何邪魔ならへんとこに車止めて参加してくださる方もいるし、ちゃんと嬉しいです。でもそうやって参加してくれるの、声でかすぎて緊張するそう私よく言われるんです、声がでかいって。今回はね自分の、26枚目シングルで選抜に選んでいただいて、でそこから連続で選抜に入りたいって思ってた時にこういう形のね選抜をの選び方になっちゃったんで、どうなるか分かんないんですけど私自身も。でも、私はこういうイベントごとも全力で楽しみたいなって思ってるので、グラビアでゆずちゃん知りました、じゃあオンライン話し会もぜひ来てください、今受付中なのでぜひ来てください、気軽に。ゆずぴに選抜おめでとうって直接伝えたいね、コロナが落ち着いたらいいですね、リアルお話し会では。楽しくが大事、そうなんです、ほんまに楽しくするのが一番私は大切だなと思ってるので、そう難しいことの方が多いと思うんですけど、私は頑張ろうって思ってますそれからほんまにね、なんやろ、グラビアで多分私のツイッターのフォロワーさんとかインスタのフォロワーさんの半分以上がグラビアで知ってくださった方の方が多いと思うんですよ。そうだからこそなんやろ、絶対に来てほしいなと思ってるし、オンラインお話し会にだから少しでもいいから来てほしいなと思うし、なんならお話ししたいなってゆずが思ってるから気になるやん、そうもちろんゆずのファンの方のその話したいよ、めちゃくちゃやけど話したいし、それプラスやっぱそうやってグラビアでしてくださった方にも何やろお話ししたいなって私は思ってますそう大変かもしれないんですけど来てほしいです、私はグラビアアイドルじゃないですNMB48 っていうグループでアイドル活動してるので、
お話し会の申し込みのシステムが素人には難しい。そうなんですよね。そこよな、一番は。ほんまに。ほんまに難しいと思う。でもね、あの、フォーチュンミュージックっていうサイトがあるんですけど、そこから、そう、飛んでいただけたらいいなと思ってます。危ないよ。くしゃみですわ。でもやっぱりさ、何？やっぱ正直ゆずの中でも焦りはめちゃくちゃあるし、どうしようって思ってたりもするんですけど、難しいですよね。でもなんか決済方法なんかどうしたいか分かりませんって言われるんですけど、決済方法はそのクレジットカードかその前払い方式オンライン収納代行書いてるんですけど、まあ、コンビニもできるしネットバンキングさんでもできるし、その結構多分クレジットで払ってる方が多いですね。どういうことに対して焦ってるの？やっぱりその完売のなんていうの、部数をもっと増やしたいなって思ってるし、なんか今回自分はこうやって選抜に選んでいただいてるからこそ、やっぱありがたいことに部数も増えてるから、それでもまあ、その私のアピールの仕方が下手くそっていうのもあると思うんですけど、やっぱりもっと完売の部数を増やしたいなって思ってるので、個人的にはそうだから、少しでもいいので画面を通してではあるけど参加していただけたら嬉しいなって私は思ってます。確かに会員登録をねまずしないと、もう話し会っていうものにはねたどり着けないですもんね。こんばんは。こんばんは。買い足します、ありがとう、嬉しいです。いやしないろ、そのお話し会に申し込んだとしてもなんていうの、あれお支払いを忘れてたりする方もいらっしゃるのでね、ショールーム終わったら買い足す、ありがとうございます。そう、もう今日の2月26日と2月27日の分がそのオンラインお話し会が明日のお昼の12時までなので、支払い忘れて頭抱えたこと何回もある。やっぱありますよね、そういうのも。でまたね明日、まあ、その2月26、27の女の話か明日お昼12時までなんですけど、次2月10日はあの2月10日のお昼12時から、次は2月18の12時まであるので、第 5時ですね、これは第5時受付が、そうめちゃくちゃそう1週間と1日あるんで、そう結構長いんですよね次が。だからその間にあのお支払い方法の
そう動画を撮ろうと思ってるので、そう結構ね難しいって言われる方も多いんですけど、そうまずはもう2月26と27を絶対に完売させたいなって思ってます。支払い何回も忘れて当たらなくなるので注意です。だそうです。皆さんだそうです。そう26と27の私のそのコーデはそうちょっとね、あの26がさ女の話会、まあ、初日でバレンタインが近かったじゃないですか。近いもう終わっちゃってるけど近いから、なんかちょっといつもあんまそういうなんていうの可愛らしい女の子の格好をしないんですよ私は。そうだからそういうなんていうバレンタイン系の服をそう着ようかなって思ってます。でもキューブだけあのドレスコードしようかなと思ってて、しようかなっていうかもう決めてるんですけど、しようってあの紫か黒かどっちかでしようかなって思ってます。で27があのココナとミライ、中野ミライちゃんと海山コナちゃんと私の3人でおそろコーデをしたいと思ってます。その服も全然決めてないねんけどそうリハーサル終わりにね買いに行こうって話してて3人で、で7部から髪型だけ変えようかなって思ってます。初見です、ありがとうございます。露出を高ければ何でもいいよ逆に止められるわ梅さんにアホンゴって言われるわ絶対2月予定あって全然取れないのごめんなさいです。全然予定はねもうねずらせないんで仕方ないです。それはほんまにそれはもう気にせず、ほんまにゆずちゃんの豆が今一番の楽しみです。ありがとうございます、嬉しい、幸せ者ですって言ってもらえて。つまり全部の部参加しても飽きないってことね。そうですね、確かにそうなりますね。3月分は買い足せるかも。ぜひぜひ来れたら来てください。私も楽しみに待ってるので。土日 お休みの仕事やからなかなか参加できない、でも今回行ける嬉しい、ありがとうございます。そうやってね確かに全部土日土日やもんな。嬉しいです、来てくれるのが。なんかさみんながよく何ゆずと話せるから頑張れるって言ってくれるんですけど、それは何私も同じで、みんなとこうやってお話できるからめちゃくちゃ楽しいと思えるし、そうみんなとね一緒にお話ししたりとか、まあ、画面を通してではあるけどそうやって話したりできるのがめちゃくちゃ嬉しいですなあ。うん、仕事終わりました、お疲れ様です。お仕事こんばんは、こんばんは、話しやすい、楽しい、嬉しい、今まで手持ちでやスマホ手持ちでやったけど今回からスマホスタンド買おう。そうめちゃくちゃ便利ですよスマホスタンド、ほんまに。なんかさこうやって手で持ってたらさ何か紹介したくても片手でしか紹介できないじゃないですか。それかオンライン話し会でこうやってスマホスタンド立ったら両手で紹介できるからめちゃくちゃいいと思います。そう昨日はティーザーも公開されてて、もうイントロ聞いたら分かる通りもうめちゃくちゃねかっこいい感じでしたね
まだイントロしか公開されてないけど。元旦から撮り始めたモアメやツイッターやインスタグラムも楽しみや癒しであり、ありがとうございます。イヤホンはあった方がいいですね。なるべくあのマイク付きのイヤホンがあったらいいと思います。の方が声が鮮明にあの聞き取りやすいのと、あのイヤホンがない方いらっしゃるんですけど、その方はあのここのさ、なんていうの、ここにマイクみたいな感じのこういう点々があんねんけど、ここを地面にこうやってくっつけちゃうと、あのファンの方の声が何も聞こえないんですよ。でちょっと聞こえたとしてもなんかそのボソボソボソって感じ聞こえちゃうから、スマホスタンドがあればこうやってね立ててここに下に何も当たらへんからさ、でそれでいいねんけど、そう地面にこうやって置いちゃうと聞こえなくなっちゃうので、そうだからワイヤレスイヤホンとか Bluetooth 系のイヤホンよりかは有線のイヤホンの方が絶対いいと思います。私はからでかい声で挨拶ね。分かった、じゃあゆずもでかい声で挨拶します。 AirPods やったマイクないね。そうね、だからほとんどの方はイヤホンは有線で参加してくれてます。その方がそうめちゃくちゃいいし、あと結構ねあのオンラインお話し会のなんていうの参加 の、 その時間を忘れてる方もいらっしゃったりするので、それはもう忘れずにね来てくださると嬉しいです。なんかお部屋とかやと多分あのイヤホンなしでもいいんですけど、お外にいらっしゃる方がたまにねイヤホンなしで参加されてる方もいらっしゃるので、そう技術的おすすめの部ある、でも今はやっぱりその今日まで2月26と27までな7のお話し会が今日までなので、私はまず そっちを完売させたいなって思ってるのと、でもあとどれやろ、3月19があの生誕 T シャツをねファンの方と一緒にお揃いで行きたいなって思ってるので、そうでもあとどれやろ、でも虎の格好をねそう3月19のね4、5、6部が虎の格好で、あの虎年やから虎の格好で、あとその3月19の7、8、9が生誕の T シャツを着るんですよ。それからそこもおすすめです。虎の格好おすすめ。でも正直全ての部がおすすめです一番難しいやつ。そう3月20のパジャマも私基本的にそういうなんていうのパジャマで参加 したりお話し会とかしたりすることあんまないんですよ。だからそう4、5、6がうさぎのパジャマで7、8、9がクマのパジャマなので、そう、そこもおすすめ。ドレスコードもあるんですよ実は。3月21の4、5、6部がドレスコードピンクで7、8、9がね見えにくこれiPad 画質悪すぎてめっちゃ見えにくいんだけどてかさっきからさ、なんかゆずたちは新曲の歌を知ってるわけやんか。でも昨日ツイッターじゃない、あのティーザーで公開されたのってさイントロしかないわけやんか。そうだから歌っちゃいそう間違えて、なんか癖でダメなんですけど、本当歌っちゃいそう流れで。 iPad です。これ何これ邪魔だよ。
歌ったらあかんよ、ゆずが怒られちゃう。ダメよ、ほんと歌っちゃいそう、間違えて。ダンスすごいない？秘密です、どんなダンスかは。難しいんです、本当にダンスが。とにかく絶対怒られるもん、絶対歌われへん。もうな、ずっと頭の中やの流れてんねん、その曲が。それでさっきの続き、3月21の789が赤なんですよ、ドレスコード。そう、赤のドレスコード、赤の服はでも結構ねあるんじゃないかなと思います。鼻かゆ。3月13お誕生日やから、ゆずの話し会とったら応募してくれる。え、しますよ、全然。てか結構してる、いろんな方のお誕生日。ドレスコードは皆さんとお揃いにできたらいいなと思ってます。一緒に誕生日お祝いされたりします、いっぱい。赤ミルルの生誕ティーしか持ってないよ。いいやん、全然来てください、ミルさんの生誕ティーでも。ぜひぜひ。なのでね、そう、ほんまいないやろ、その選抜に入るのってさ、もうゆずもめちゃくちゃわかるけど、ほんまに甘くないことやから、そんなに。それか油断も絶対できひんなと思うし、でもその甘くないからこそこの壁を乗り越えたいなってゆずはめちゃくちゃ思ってるから。それか今回のお話し会ももう全部完売させて、絶対27枚目シングルの選抜に入りたいし、何よりもセンターを取りたいなと思っているので、ぜひ来てくださったら嬉しいです。なんかお試し程度でもいいので来てくれたらありがたいです。ゆずの生誕って注文したけどまだ届かん、お話し会までに間に合わなかったらごめん。いや、もう全然大丈夫よ、それは仕方ないです。だからもしね、お時間があれば絶対に来てください。私も楽しみに待ってます、みんなが来てくれるの。こんな話かやってみたいから勇気出して応募しようと思います。嬉しい、ありがとう。来てください、ぜひ。楽しみにしてます、私は。まだ追加で申し込みするか。ありがとうございます、本当に皆さん。でも絶対に負けたくないんですよ。自分にも負けたくないし、他のメンバーさんにも負けたくないし。そう、難しいことは分かってるんですけど、今日初めてお話し会に申し込みました。ありがとう、嬉しいです、めちゃくちゃありがとう。今日追加で応募した、ありがとうございます。本当に皆さんぜひね、お話し会なんかここの部参加しますとかって言ってくれたら、私も DM 返せないんですけど見てはいるので、そう、ぜひぜひお願いします。また始まった。なんかこうやってみんなでね、一緒に協力し合うのって久々な感じがするので、お試しで行ったらハマっちゃう、ハマってください、ぜひ。お話し会で話すこと紙に書いたら反転しちゃう。
ちょっと待ってな、あんま来年のお話し会で神見せられること、反転するんかなあれ。でも反転者としてもなんとなく読めるから分全然大丈夫ですよ。お話し会は反転しやんって。じゃあ大丈夫です、気にせずこうやって見せてくれて。なんかお話し会で神見せられるの1回2回ぐらいしかないかも。いや待てよ、そんなことない、いつもスケボー見せてくれる人がいる今思い出した今思い出した、いつもスケボー見せてくる方がいます、ファンの方で。 DM とかって見てくれてるの？見てます、いつもその方のスケボーちゃんと埋めてます、なので反転はしてないです。お話し会が初めてすぎて緊張して喋らなそう。全然ですよ、全然緊張しても私がほぐします、緊張前回初めましてでしたが今回も買ってみました、ありがとうございます、幸せ、嬉しい。名前出しなそういつもスケボーおじさんがいらっしゃるので大丈夫です。こんばんは、こんばんは。新しい年のチャレンジ頑張ってね、頑張ります。私も鍵アカの DM 見れますよ、全部見れてる、ちゃんと。楽しみにしてます、なので皆さん来てくださるのなんかニックネームを入れれるんですけど、こうやってテロップみたいな感じでこうやってニックネームを入れれるんですけど、そこになんか例えばお話し会の秒数が少なかったらそこに質問書いてくれてたらもう私答えるんです、ぐそうやってやってくださってる方もいらっしゃるので。じゃあ私の DM 見てくれてる、見てますよ、いつもなんかねバーベキューとかしたら写真送ってくれてるのもちゃんと見てます。お話し会で投票制御して怒られますかね、大丈夫やろ。友達と一緒にお部屋借りて背景可愛くしてお話し会参加するね、可愛い、そんなことしちゃうの、楽しみ、うん、学ぶの写真見れてるんだ、見れてますよ、いつも楽しそうやなって思いながら見てます。こんばんは、こんばんは、うん、めっちゃ早いけど明日学校で朝早いからゆず寝るね、おやすみ、おやすみ、えらいな、まだ10時にもなってないけどえらいよ。まあ、とにかくね2月26と27のお話し会は今日までなので、もうそこを絶対に完売させたいなって思ってます。しずはちゃんはじめまして、はじめまして、あいちゃん、3月13はいろんな人がある会場からオンラインするんでしょう、なんで ?2 月26は肉でも食いに行くから、うわいいなお肉大好き。友達を NMB のライブに連れてってゆずの沼にはめました、褒めてその子お話し会参加するかよろしく、ありがとう、嬉しいです、めちゃくちゃありがとうございます。皆さん3月13どっか行ってるんですね、絶対絶対なんか参加してるやん絶対どっか行ってるやん。瀬戸内か、私も思いました、そうやってSTU さんですね、なかなか来れなかったよ、ぜひぜひ来てください、オンラインお話し会、うんうん、よいしょもう少しで新公演もあるのでね、
それも楽しみにしてください。めちゃくちゃめちゃ可愛くて女子で惚れてます。女の子に惚れてるって言われるの恥ずかしい。ありがとうございます、嬉しい。決めポーズして、毎回インスタ見てくれてありがとう。そう、こまめに見てます。 DM は結構たくさん来るので、またれいちゃん推しの試合買ってくれそう。本当ですか、ありがとうございます、感謝です。本当にこんばんは、こんばんは。ゆうちゃん髪染めてから気になってます。もう今ね色抜き切ったで全部、だからめっちゃ明るいね。また染め直さなあかんって思いながら、リハが始まっちゃったから全然いけてない。日本巻き食べてないです、うん、パパ買ってきてくれてると思って待ってたけど買ってきてくれてなかった。8期生で気になってる子いますか。今ね誰とも話したことがないよね、ちゃんと。他のフォーテートグループ好きな女友達がゆずのグラビアずっと見てるって、見れるって言ってた。ありがとうございます。なんか女の子にそうやって言ってもらえるのはめちゃくちゃありがたいですね。同性の子に言ってもらえるのは。ほっぺプニってしてください。ほっぺ硬いね。今日からゆさはちゃんの DM に毎日日記みたいなお知らせ書こうかな。見ますよ、ちゃんと全部見る。結構ねそうやってしてくれてる子めちゃくちゃ多いです。8期買いに行ってダメです、絶対あかん絶対あかん。 STU のメンバーさんも前ゆずのツイートにいいねしてたよ。ちょっとさ、あの通知取ってないからさ、誰がいいねしましたみたいな、わからへんのよな。ゆずの生誕祭のお見送りでケーキふーってしてってうちは持ってて、ゆずがふーしたの覚えてる。覚えてますよ、ちゃんと覚えてる。でもさ、まこっちゃん挨拶行った方がいいよな。全然ゆずが言っとくから大丈夫、ゆずが言っとくから。って言っても絶対みんな行くんやろうな、どうせ。全然ゆずが、ゆずのファンの子がなんかありがとうって言ってたって言ってたって言うから大丈夫全然大丈夫よね、みんな。じゃあ無理せんでいいよ、そんなそんな全然そんなそんな無理せんでいいよ。なので皆さん楽しみに待ってます、オンライン話し会。いや自分でアイス飲んで大丈夫です。いや大丈夫、全然大丈夫、ゆずが言っとくから全然大丈夫大丈夫。ゆずに会いたくて韓国でお話し会申し込みました。こまおよー、さらへー、さらへよー、ありがとうございます、嬉しい。ちんちゃこまおよ、嬉しいです。嬉しいって韓国語でなんて言うやろなんかこういう時に韓国語覚えとけばよかったって思っちゃう、ほんまに。一時期勉強してたんですけどね。うるさ、笑ってる。嬉しい、ずっと笑ってるよ、やばない。なんていうの、キプ、キプだ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 、キプよ。難しいわね、キプよ合ってるんか分からへん、ほんまにそう、まずそう、今韓国語の勉強してる余裕ないね、ほんまに。そう、終わったらほんまに勉強しようと思ってるから待っててください、ほんとに。すいません、ほんとこんばんは。
かなへよ。こんばんは、こんばんは。あ、楽しみに待ってます。皆さんが来てくれるの。なんかほんまに歌いそうなる新曲早く MV 公開されてほしいねんけど、うずうずしてるもん。マジ歌いそう、ずっとやだ。ほんと明日も配信しますか？夜します。あの公演終わりにするので楽しみに待っててください。多分こじりんの横で配信します。それ昨日のほんまに短かった。あれトゥルルルルン、トゥルルルン、トゥルルルルン、トゥルルルルンで終わって、終わったの。ちっで終わっちゃった。今日のリップ、イヴ・サンローランです。前出だしだけやったよな、あれティーザー。見ててえってなった。ゆずもびっくりした。あ、終わりってなったNMB のおすすめ曲は太陽が坂道を登る頃です。もうめちゃくちゃいい曲なので聴いてください。これはあの指原さんもいい曲って言ってくださってたので、なんか研究生っていう曲と思われへん。夢逃げ大好きでも、みんなの髪型がおもろかったし、あれなもう決められてるんよ。ゆずもまさか自分がセンター分けする日が来ると思ってなくて、まあ何回かしてたけど、同じ話し会とかで髪の毛前髪長い時は、そうまさかあの MV 撮影で自分がセンター分けにする日が来ると思ってなかったから、そうなので楽しみにしててください。ほんまにセンターは気に合えへん。白柳が大好きです。じゃあ次の新曲も好きになってもらえるかな。ぜひ楽しみにしててください。ね、もう発売まで1ヶ月切ってますもんね。とっくにあと20日で公開です。発売です。公開では発売や。発売です。初選抜おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。そう、あともうちょっとでインスタも10万人なので、フォロワーさんね、早く行ってほしい。10万人うずうずしてる。2月12日娘の誕生日なんです。早いけどおめでとう。絶対その間でショールームするけど、また祝いますね。もうすぐテレビ出るね。なの？明日誕生日だ。おめでとうございます。一日早いけど。一気に伸びたいな。そう、あともうちょっとで10万人なので。ちひさんと個人テレビでんじゃ、あー、あれか。そうなんです。ありがたいことにテレビに出させていただきます。まだね、ちょっと放送日があれなのでわかんないんで、楽しみに待っててください。なんかゆずちゃんの宇宙人の時の表情たまらんから、この頃1日1回必ず見てるの。嬉しい。なんかさ、ゆずほんまに表情が乏しいってもう今もずっと言われ続けてて、
でもめちゃくちゃ嬉しいですって言ってもらえて、家族にもツイッターフォローお願いしとくわ。ぜひインスタもお願いします、フォロー。あともうちょっとで10万人なので。ケイトが前髪作ったの知ってる？知ってますよ、めちゃくちゃ可愛いやん。びっくりした、なんやあれ。しかもこの間ケイトがなんかチョコレートのパンをお箸で食べたんですよ。ほんまにそれが可愛くて、レイコちゃんとなんなんこれずっと言ってました。可愛すぎひんって、マジで可愛い。夢中児のそんな人はどこにいるの、敬礼めっちゃ可愛いこれ探してるんです、そんな人はどこにいるって。今日何時まで？でももうちょっとで終わります、10時まで。せーの、ここにいる。この世界のどこかで僕にメロメロな誰かがいるのなら名乗り出て三重人。ゆうちゃんストレートと巻き髪どっちが好き？私は巻き髪が好きなんですけど、でもストレートの方がいいって言われます。そういうキャラじゃないと勝手に決めないでよ、世界にたった一人くらい。その調子で新曲も絶対あかんわ。夢中人はもう歌っていいから。ゆずはわしにケイト好きが多いけん、それな、ほんまにそれな。ランキング発表しよう、もう急やけどめちゃくちゃ急。8位なっちゃんありがとうございます。7位コニタンさんありがとうございます。6位カニパンさんありがとうございます。5位アサガさんありがとうございます。4位トマトさんありがとうございます。3位元気くんありがとうございます。2位ガルゾーさんありがとうございます。そして1位ミューズちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございました、見てくださって。じゃあ私が今日伝えた思いを皆さんの胸に響いてたらいいなと思ってます。もう何回目やねんと言われるかもしれないですけど、明日のお昼12時までが第4次受付で、もう2月26と27のオンラインお話し会は明日のお昼12時までの受付で終わりなので、ぜひぜひ来てください。で最近ね、そのファンの方があの音源でさ、ゆずの動画作ってくれたりしてて、それも全部見てるので嬉しいです。いつもスクショしてる、スクショ OK？ はい追加した、ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん楽しかったです、めちゃくちゃ。ちょっとだけインスタライブしようと思います、久々に。少しだけね。ありがとうございました皆さん楽しかったです。キュンキュンです。ありがとうございました、楽しかったです、めちゃくちゃ。ぜひインスタライブを待ってます。ジョニージョニー、また後ほど、バイバーイ。10時からしますね、じゃあインスタライブは。じゃあねー、バイバーイ、ありがとうございました。